マザーウェル FC はスコットランド中部の都市マザーウェルを本拠地とするサッカークラブスコティッシュプレミアシップに所属している。マザーウェルがスコットランドを代表する鉄鋼の生産地であることからスティール面の相性がある。1886年5月17日にグレンチェーン FC とアルファ FC という2つのアマチュアクラブが合併して誕生した。 スコットランドサッカー協会に加盟したのは1891年、そして1893年に新設された2部に加入した。19世紀末から20世紀初頭までは1部と2部とを行き来していた。1931から32シーズンにはフォワードのウィリー・マクファディンが現在もリーグ最多得点記録として残る52得点を挙げ30勝6分2敗の成績で、 リーグ初優勝を飾っている。その後、何度か優勝争いはするものの、レンジャーズ、セルティックなどに阻まれてきた。近年は、中位から下位が定位置となっている。2002から03シーズンは、リーグ再開となり本来なら、降格だったが、昇格するはずのフォルカーク FC のスタジアムが基準を満たさず、昇格を見送られたため、幸運にも降格を免れている。 2007年12月29日のスコットランドプレミアリーグ第20節対ダンディーユナイテッド FC 戦78分に途中交代でピッチを離れベンチに戻ろうとした MF フィル・オドネルが倒れた。すぐさま救急車で最寄りの病院へと搬送されたが途中で死去した。17時18分に死亡が確認された。35歳だった。彼のつけていた背番号10は 永久欠番となった。原因は分かっていないが何らかの発作が起こったものと見られている。彼はマザーウェールからセルティックに移籍する時の移籍金がクラブ史上最高額であった。2011から12シーズンはリーグ3位の高成績を残した。同シーズン中2位のレンジャーズが会社構成法を申請し破産。レンジャーズが破産により、 欧州国際大会の出場権を剥奪されたため、マザーウェルが UEFA チャンピオンズリーグ予備予選3回戦の出場権を得ることになった。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。